ムシャク市は中華人民共和国江蘇省の南部に位置する地級市。改革開放以来、急激に工業が発展し、とりわけ日本企業の進出が多い。長江デルタに位置し、東の上海からは 128km、西の江蘇省省と南京からは 183km の距離。東隣は蘇州市、西隣は常州市。無錫の市域の北部境界は、長江南岸にあたり、無錫市管轄下の港湾都市、江陰市が台州市を対岸に臨む。南部の境界は、台湖北岸だが、市域はさらに、台湖を挟んで飛び地となっている、宜興市も管轄している。宜興市は、北と西を常州市に囲まれ、南は浙江省に接している。無錫の大運河無錫の位置は、北緯31度7分から32度2分、東経119度33分から120度38分の間。無錫市域の主要な範囲は中石平野であり、ごくわずかの低山と丘陵がある。最高地点は江東頂。これらの山は石灰岩からできており、太古石と呼ばれる穴の多い複雑な形の奇石を産出する。この石は中国庭園で観賞や瞑想などのために置かれ珍重される。無錫市域の南部は太湖が広がり、市の水面面積は769平方キロメートル、面積の 16.5% を占める。無錫は小さな河川が無数に流れる典型的な江南の水郷である。太湖に産する魚などの水産物が豊富で、古来魚米の里と呼ばれていた。太湖に接した無錫市街は、典型的な中国の古い城壁都市であり、中心を隋代以来の大運河が貫き、京杭運河となった今でも多くの船が行き来する。無錫はかなり暑い夏から非常に寒い冬まで気温差が大きく、年平均気温は摂氏18度である。東、シナ海に近いためモンスーンや台風の影響を受け、年平均降水量は 1000mm に達する。無錫市街地無錫は有史以来非常に長い歴史を持つ。有史以前は6から7000年前からの居住や農耕の跡があり、長江文明に属する領書文化の墳墓など遺跡群がある。ここが呉の発祥の地の一つとなった。呉は製鉄など金属の精錬、加工と農具、武器への利用で中原の国々を圧倒したが、無錫も元来は錫を多く産出する。有錫という名の鉱工業都市だったという。あまりにも多く掘りすぎて全巻までに掘り尽くしてしまい、以来、無錫になったと言われる。しかし近年の言語学者らの研究により、無錫の氏名の無という字の由来は、古史語の発語詞によったものであり、従来の錫の産地から、有錫、無錫になったという説を否定する研究もある。紀元前202年、全巻はこの地に、無錫県を置いた。隋時代に建設された大運河が無錫を通り、以来、江南の農産物や織物を集産し華北や中国各地へ送る重要な経済都市、商業都市であり続けた。また、民末には胡建茂によって東林書院が建てられ、東林派の拠点となった。清代後期には、無錫は周囲の農産物の集積を背景に、その米市場の相場の影響力は、江蘇省の範囲を超えるまでになった。また紡績業や繊維産業が発達し、無錫は布場島と呼ばれるほどだった。辛亥革命までの間に食品や繊維などの民族資本が形成され始める。こうした経済の発展は文化の発展も伴った。多くの文虎が無錫から生まれ、無錫には宿り木トール園など、非常に優れた庭園などが建設され今も残っている。1912年、中華民国は無錫県を置き、大小の資本の本拠地となった無錫は、小上海と言われるほどの商業の繁栄を見た。1937年、日中戦争により、日本軍は無錫に入城し、戦場となった市街は大きく破壊された。1949年4月23日、国境内戦の末、中国人民解放軍が無錫を占領した。1953年無錫は甘肃省の直轄市となった。だが、大躍進政策、人民公社化と文化大革命は、無錫とその周辺に荒廃と経済の多大な破壊をもたらした。改革開放以来、無錫の経済は再起し、目覚ましく発展を遂げることとなった。1981年には全国15カ所の経済中心都市の一つとなり、1984年には全国10カ所の重点観光都市の一つともなった。1985年までに無錫は開放都市となり、工業団地などが整備され、海外資本が大規模な投資を行った。以来、無錫は常に都市実力ランキングや投資環境ランキングで中国の上位に入り、2004年の市民1人当たりの国内総生産は 52,825 元に達している。5市下区2研究市を管轄する。無錫市街地を俯瞰する無錫の郊外住宅租難業職無錫市甘肃省無錫市、無錫国家南建園、S&ロジン、アフク、秋人業無錫は、甘肃省南部の経済の重要都市である。市の発表によると、市内の国内総生産は2002年に 1601.7 億元、2003年に 1901.2 億元、2004年の市民1人当たりの国内総生産は 52,825 元と、急激な勢いで伸びている。これは、甘肃省1位で、全国でも10位以内に入るものである。無錫は、清代末期に中国で最も早く民族資本が形成された都市のうちの一つであり、現在では外資の誘致でも中国有数の実績を持つ。無錫市は新区に市内最初の経済開発区、新区開発区を設置したが、現在までにソニー、パナソニックグループ、シャープ、東芝、日立マクセル、村田製作所、コニカミノルタ、ニコン、アルプス電機、住友電工など日系企業やアメリカのハードディスクドライブ最大手 CE ゲート社や台湾の家電メーカー東元電機などの大型工場、物流倉庫などが多数稼働している。また隣接する浜国にも経済技術開発区を建設し多数の投資を誘致している。特に無錫と日本との関係は密接で2003年段階で1000社を超える企業がすでに進出し、投資総額でも30億ドルに迫る勢いである。これは、甘肃省に対する日本からの投資の半分を占め、省都南京をはるかに超え、蘇州を上回り、上海に迫るものである。湖などに接する、恵まれた自然環境、比較的良い治安、上海の港湾や空港からの近さ、無錫旅情などで、日本でも名が知られ、対日感情もさほど悪くないことが、要因として挙げられよう。その他台湾、香港、欧米諸国など多くの国からの投資もあり、2002年末までに無錫市が認可した外国からの投資は、累計7000社弱、契約ベースでの投資額は220億ドルに上り、世界各国の有名企業による1億ドルを超える大型案件も多数含まれる。市の調査によれば、現在でも産業の大きな割合を占めるのが、繊維産業で 25% がその他工業であるという。その他伝統産業では、宜興市は大理石、石灰岩、陶土の採掘で知られ、茶器など陶器生産が盛んである。恵山区などでは、土産物の泥人形の阿福、秋人形などが有名である。農業は大型工業団地建設など工業化、人口増加に伴い年々耕地が減少しているが、その分、付加価値の高い商品作物にシフトして、生産額を高めようとしている。無錫空港無錫の南禅寺付近の街並みと、大運河無錫は、北京南京上海の幹線上に位置し、重要な鉄道、道路、水路が通っている。高速道路は、上海南京間の湖寧高速航路、北京上海間の京湖高速航路、上海から長江蘇伊を上流へ向かう蘇伊江、高速航路などが無錫市域を通る。鉄道は上海南京間の幹線鉄道、浙江省杭州から北上し、無錫市域を南から宜興市、無錫、興陰市を通って長江を渡る鉄道が無錫で交差するほか、京湖高速鉄道に武釈東駅が設けられている。京湖線の武釈駅には、彦根城貴和線も通る。2014年には新たに武釈地下鉄が開業した。水運は、大運河にルーツを持つ北京広州間の京杭、大運河、太湖と長湖を結ぶ武釈江陰間の鈴、清運河、市域西部の恵山区と蘇州市の長江の港、苅岸港を武釈市街の北側で結ぶ蘇州北運河がある。また、長江沿岸の江陰市には、江陰港があり、大きな貨物船が接岸できる。蘇南石っぱなし、国際空港は北京はじめ全国の主要都市数カ所と、香港、マカオを結ぶ。2009年4月9日より、大阪線も運行を開始した。2011年1月21日より成田線も運行を開始する。市内の交通については、武釈のバスを参照。宿力トール園没甲島、堺市梅園霊山大仏土産物、名産品も多い。また、演歌歌手、尾形大作の歌唱する、武釈旅情のヒットにより、武釈は日本人の間で脚光を浴び、1980年代後半から、武釈への日本人観光客の数が急増した。中国でもこの曲はカバーされてヒットした。カバー版を含めた武釈旅情の累計売上は300万枚を超える。他、浜国が日本の松阪市と武釈新区が豊川市と研究市の江陰市がブラジルのベローリゾンチと技工市がスロベニアのノボメストとそれぞれ友好都市となっている。ありがとうございます。